はい、おはようございます。ということでね、今日も家にいまして、なんかね、ここ最近めちゃめちゃここ最近めちゃくちゃ気温が下がってきてね、ちょっと寒いんですよね。で、やっぱり寒くなってくるとどうしても無性にね、辛いもんが食いたくなってきまして、今日はね、これを買ってきました。これ麻婆豆腐辛口のね。でね、今日まあこれレトルトなんだけど、これを作って食べていこうと思っております。で、ご飯も今4合ほど炊いてありますんで、ご飯と一緒にね、食べていこうと思います。で、まあだから今日のね、調理シーンは超短いと思います。レトルトなんで、一応ね、もう作り方がフライパンに調味ソースと豆腐を入れるだけです。で、2分煮込んで出来上がり。まあね、量多いんで2分じゃないんですけど、まあ、とりあえず煮込んでいきたいと思います。で、今レトルトの方は入れ終わったんで、この中にね、豆腐を入れていきます。で、ちょっと煮込んでる間にね、ネギを切っていきます。で、ちょっとね、味見します。ちょっと辛みが足んないかな。ちょっと、はい、唐辛子をね、追加で入れていきます。で、あとはね、仕上げに備え付けの花椒を入れていきます。ということでね、今麻婆豆腐の方が完成しましたんで、ご飯をよそってね、向こうの方で食べていきたいと思います。はい、ということでね、今こんな感じでできました。麻婆豆腐久々だな。ちょっとご飯もこんな感じで4合用意しました。いや、お腹すいた。食べよう。いただきます。とりあえず作りすぎたかな、これ。じゃあ花椒も混ぜてね、しっかりと。まあ、うまっ。まあ、めちゃめちゃ美味しいな、これ。意外とね、味はしょっぱめかな。ご飯とかね、まあ、お酒とかとね、一緒に食べる方がいいかもしれない。単体だとちょっとしょっぱいかも。ご飯。はあ、ご飯のがっち。はあ、はあ、ないな。唐辛子を追加した分、ちょっと辛くなってて、もうね、結構体もね、ポカポカしてきた。だんだんっていうか、早い。ネギもあんまり煮てないから、シャキシャキ感が全部残ってて、これぐらいあった方がアクセントとしては美味しいね。うまっ。ご飯あって。実は今日ね、豆腐なんだけど、木綿も買おうと思ってて忘れちゃったんだよね。
こだわってる人とかはなんか両方入れた方が食感が変わって美味しいとかっていうのも聞いたんで、ちょっと試そうかなと思ったんだけど、絹しか買ってなかった。うん、うまい。これでもさ、なんだろう、麻婆豆腐ってさ飲めるじゃん。でご飯と食べる時ってさ、口の中に、僕はそのおかずが残ったまんま余韻を楽しみながら白いご飯を入れたいんだけど、あのね、入れる頃には口からなくなってしまってね、なんかね寂しい。じゃあまあとりあえず今日もね、これを、今日はノーマルです、運転があるんで。お前、ちょっとこれドボンの方がいいかな、こうやって。うまそう。うわ、これだ。うわ、たまに麻婆豆腐食うとすごいしな。中華料理とかってなんか癖になるよね、食べ出すと。わあ、うん、うまい。でね、まあ食ってる本人も一番思ってんだけど、テーブル超高いんだよ。そう、あの別でね、こうやってテーブル使ってんだけど、見えるかな、これこんな感じで。そう、あのね、食材と顔がね遠すぎちゃうとね、どっちかがボケすぎちゃうからね、こうやって寄ってんだよね。うん、だから見てる感じちょっとね近すぎるだって絶対思うんですけど、許してください。見てこれ、見るかな、これ、これやっぱもうね、汗が噴き出してる、熱い。やっぱカレーもん食うとめっちゃ体温まるわ、すげえ熱い。うん、うん、うん、すいません、あの行儀悪いのは分かってるんですけど、ライスちょっとここに全部ドボンしていいですか。こうやってこう食うよりも一緒に食った方がうまくて、ちょっと失礼しまーす。はい、なんかカメラ越しに見るともうご飯しか見えないな、一応こんな感じ。ちょっとこれを崩しながら、うん、やっぱなんだかんだこうやって一緒に食った方が美味しい。あ、でもやっぱ食べ続けるとね、どんどん口がビリビリしてきた。いいね。うん、うん、追加のビールでございます。いや、あとちょっとだ、あとちょっと。うん、だいぶ汗も引いてきたわ。うん、やっぱりね、今ぐらいのバランスがちょうどいいわ。あの麻婆豆腐ちょっと多すぎたわ。でご飯が少なかった、しょうがない。うん、うん、もうラストだって思ってきたら急にお腹膨れてきた。うん、はい、完食でございます。ふう、ごちそうさまでした。なんだかんだね、めっちゃお腹いっぱい。あんまりこういうね、レトルトのものとかって食う機会がなかったんで、久々に食べたんですけど、
今のレトルトってめっちゃ美味しいね、俺。全然十分です。まあね、家にね、ちょこっとあれば、小腹が空いたなって時とかも、すぐ作れて、めちゃくちゃ便利な商品だと思います。ただまあね、個人的な趣味で言ったら辛いのが好きだから、まあ、僕はね、もっと辛いものがあっても嬉しいなっていう感じでした。はい。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃねー。